センナはあなたと同じ過去のない人。いいえ、そればかりか未来さえない。セナちゃん、セナちゃんは本当はここにいちゃいけないんだ。違う、違うの、これは違うの。だって私がお兄ちゃんの妹なんだよ。早く本当のことを思い出してよ、お兄ちゃん。違う、違うのよ。ねえお兄ちゃん。今のところこちらでも原因は分かっていないんだ。そう。念のためあまり外は出歩かない方がいい。え、分かったわ。それじゃ私は仕事に戻るよ。いろいろありがとう。気をつけてね。あ、ありがとうございました。先生。飯田さん、何か分かりました？ダメ、警察でも原因は分かってないらしいわ。念のためあまり外は出歩かない方がいいとのことです。やっぱり。でもなんだって急にこんなことに。あれ、あれは。そんな、センナがいちゃいけない。ハルヒの妹ジュンナ。遠野くん。あ、秋野、友和、先生に翼先輩まで。どうしたの？何か辛そうだけど大丈夫？もしかしてジュンナも町の様子を見に来たのかい？町の様子？知らないの？今この町で超常現象が頻発してるらしいの。通い慣れた道に迷って抜け出せなくなったり。ようやく抜け出たと思ったらまるで知らない場所にいたとか、元の場所に戻っていたとか。中には昼間から白い幽霊を見たという人までいて、ちょっとした騒ぎになっているんです。まるで狐かたぬきに化かされているみたいだと思わない？でもこれってやっぱり現代のミステリーよね。ミステリー、そういえば俺いつの間にここに。ちょっとやめてよね、トーノくん。あ、
でも一体どこから。それがサナがこの子と遊んでいたら突然霧に包まれてあちこち歩いて気がついたらここに出てきていたです。飯田さん落ち着いて。とにかくみんな一旦家に戻って。飯田さんは私が送っていくわ。その方が良さそうだね。それじゃあ私はサナさんを送っていきますわ。お願いね。行きましょう、サナさん。はい、でしょ。ジュンナも早く家に帰ってセンナのそばにいてあげなよ。じゃあ。センナ、セナちゃんは本当はここにいちゃいけないんだ。だって私がお兄ちゃんの妹なんだよ。早く本当のことを思い出してよ、お兄ちゃん。わからない。俺には何も。それってどういうことなんだ。ごめん、それ以上は私からは何も言えない。これはお兄ちゃんが自分自身で選ばなきゃいけないことなんだよ。俺が選ぶ。うん、だけど安心して。たとえどんなことがあっても私はお兄ちゃんの味方だから。ずっとずっとそばにいるから。お兄ちゃん。どうしてここへ。トモ、待ってくれ、トモ。トモ。くそ、一体何がどうなってるんだ。ついこの間までみんなでごく普通に暮らしていたのに、一体何が嘘で何が本当なんだ。こんな時に春日は何を選べって。大丈夫、私はここにいるから。ジュンナがどんな選択をしても、たとえどんなことが起こっても、私はここで全てを見ている。そうだ、もしかしたら。教えてくれ、トモ。お前分かってたんだろ。俺がここに来ることも、町がこうなることも、俺とセンナのことも、何もかも。そうよ。だって私は時の番人。ここで全てを見届けるのが私の役目。番人？そんなことはどうだっていい。俺はただ本当のことが知りたいだけなんだ。センナのことが、ある日のことが、いや、それ以前に、俺は、この世界は一体。それが知りたければ行くがいいわ。すべての始まりとなったあの日、あの時へ。そして選ぶ。未来を決めることができるのは、ジュンナ、あなただけだから。
ここは。母さん、父さん、そうだ、ここは父さんたちと来た発掘現場。じゃあお母さん行ってくるね。あまり遠くへ行っちゃダメよ。お父さんのお仕事ももうすぐ終わるから。うん、すぐ帰ってくるから大丈夫だよ。父さんや母さんと別れることになったあの日。そしてお兄ちゃん、お兄ちゃん、早く早く、こっちだよ。春日、俺の妹。私のお兄ちゃん。だけで生きてきた。決して離れることはないと信じていた。それなのに、いつしか枝葉分かれしていた一本の道。引き返すこともままならず、目の前にいる君は初めて会った他人のようで、彼岸花が燃えている。